じゃあ半々なるように行こうかな。ああ、いいんじゃない？ねえねえ、二進法かよ。二進法だと異常な数字になるけど。うるさいな。なにこれ、うわ急に。あなたのことを待っていました。え、結局昨日の夕方はどうなったんだ。続きを読む用意はできていますか。え、何の話してるの。わかんないわかんない、 何の話してんのかわかんない。今日は私の一番気に入っているお茶を持ってきた。エンダーをしたくないよ。まあなんでここでダッシュ伸ばすの。この持ってきたん。ああ、ダッシュちゃん。それはやめてって言ってるでしょ。ね。なんで伸ばすのそこ。マリカはまた遅刻なの。あら。ビビるわ。そんなことよりなつきちゃん。何。昨日私たちいろいろ話し合って、それで私たちは文化祭の準備を手伝うつもりなんです。あとはいえこの部活は変わってほしくないというあなたの気持ちもわかります。え、めっちゃいい子じゃん。夏希ちゃんがお手伝いしてくれるならその時はあなたに新しい漫画を買いますから。ごめん、最後のところが本当に面白くて。あれ、まあ、確かにバカにされたとかじゃないんだ。私って自分が思ったよりちょっときつい感じだったかも。なつきちゃん。全員担当しとるな。めっちゃまともじゃん。いいやつなら、新入部員が入ってくるのも悪くないし。うんうん。それに今度は女子が入ってきたら嬉しいじゃない。なつきちゃん。これって素敵なことじゃないですか、モニカちゃん。モニカ？あ。あ、なんでそんな暗い顔してんの？素晴らしいわ。どうしたどうした？夏希があなたがいてくれて本当に助かるわ。今日は何したい？よかったら一緒に。今日やることはもう決まってますよ。何？ね、顔どうした？ゆり、そうなの？なんで二人と目つぶってんの？あなたたちがしたいことなら何でもいいわ。今、やったーって顔しなかった？そんな顔、その程度の顔じゃなかったけど。いや、俺にピッチャーを私、さらに棚から電気ケトルを取り出した。これを教卓のコンセントに挿してから、お水を入りに行ってきます。あれ、ちょっと待って、この流れ。探しに行ったらさ、すごいことになってたよね、腕。ああ、どうせなら一緒に行くよ。一緒に行かして。怖い、怖い。いえ。ここにいてください。ピッチャーを持ってユリは慌てて教室を出てきた。あら。またユリに置いていかれたの？また？また置いてかれた。やだー、また同じ。またあれ見るの？いや、そんなにかからないと言っていたが。いや、ね、主人公もう分かってるでしょ、この流れ。なんで文芸部にいんの？早く退部してさ、ペニさん入ろうぜ。ペニさんに言うのきすぎだ。待ってるばかりも退屈なので探しに行くことにした。はい、探しに行きます。あー、やだよ。俺は廊下を歩き始める。いやだってば。いや、知ってるよ、もう分かってるよ。はい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 。何の音だ？何の音？おおおお。待て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 、怖い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 。待て。やだ。すみません、なんだかデジャブが。お前は以前にも同じことが起きたことありませんよね。あるわ。あるわよ。白目向いてなかった？目玉なかったよ。誰でも変なところなんてありますよね。うん、そう思うよ、私本当に。そう、だから裏垢作って垂れ流すといいと思う。そういう問題じゃねえんだよ。あまりに興奮すると自分が抑えられなくなるところが。多分ね、見た目とのギャップがひどいと思うから、もっとファンキーな見た目にすればいいと思うよ。ね、音楽止まったんだけど。やめろよ、その報告。やめてよ。はい。最近、モニカちゃんの様子がおかしいのは私の気のせいでしょうか。私が入部した時からずっと優しい方だったのに。最近彼女がいると何か鋭いものを感じるんです。ゆりちゃんもちょっと最近ちょっとおかしい。みんなおかしいと思ってる、私。私がおかしいわけではありませんよね。違いますよね。違う。いつもモニカちゃんに聞かれていたので、今までは何も言えなかったんです。でもようやく二人になれたので。
あの女子の怖いとこだ。その子がいないときにその子の悪口言うんだ。絶対ちげえだろ。やめろ。何何何何。ごめん飛ばしちゃった。怖すぎて。ここにいたいんです。二人きりで。部活は終わるまでここにいましょう。ええここにいて何が起きるんですか。おそらく室は私たちのものです。でもナイフは好きです。ちょっとあの今後ろにうっすらモニカちゃんの顔見えるの気のせいですかね。実際にその美しさを見ればきっと分かっていただけます。後ろ。目って何。さまざまな職人から買い集めたもの。いいじゃん、コレクターじゃん。いいね、素敵なことだと思う。スーツちゃんと使っているのですよ。え、何に使ってんのかな。お料理かな。うん、楽しそうだね。私が出せるといけないと思って。ナイフに愛情注いでるのね。さびさあじゃん。俺もこのシーンさ、めちゃくちゃ喋ってたなと思って。ありません、ね。なんでモニカ見えんの。私モニカ見えんだけど。毎日一緒に下校しましょう。うん、下校しよう。だからもう、この喋りやめよう。一緒に読書をして、一緒に食べて、一緒に寝る。寝るの素敵だと思いませんか。素敵素敵、超素敵だと思うけどさ、モニカちゃん見えるんだよな。それ以上何がいるというのです。それは望んで入部したのでしょう。そうだよ。俺はこの中の一人と親密になるためにこの部を選んだ。一緒に読書して、一緒に帰って、一緒に食べて、一緒に寝る。それが俺の究極の方向ライフだったはずなんだ。私とソーシャル。え、読めない。文字化けしてるよ。私と何。てってじゃねえよ。怖い。完結になったわ。いつもこのゲーム終わった後なんかぼーっとするなと思ったらさ、酸欠だわこれ。あのさ、怖すぎると息吸ってないんだよね。まだ死に見せてんの。こんな状況で死に見せる部活ある。一回部内会議しようぜマジで。一回さ、みんなで殴り合ったらさ、すっきりするしさ、いい感じに収まると思うんだよね。どう収まるんだよ。もうみんなで殴り合おう。どうしようか。殴り合ってもどうしようもなんだよ。あ、舐めてた。他人やってるやつだったら怖くねえかなと思ったらめちゃくちゃ怖いわ。このクオリティのゲームを無料で提供してるっていうのは神だと思う。これ面白いでしょ。面白い。あ、よかった。面白い。まあまだまだ面白いんで。